ボイストレーニングもんちゃんあかりちゃん編です。今回は、もんちゃんあかりちゃんは私の話を永遠に聞いてくれてるというような感じで、どんなことが俯瞰でどんな風にすると声が変わるのかなというのを私がもうガンガン話しています。それをちょっとご覧くださいませ。ガンガン話しておりますけども、皆さんがこれいいなと思うところはどんどん使っていただければいいなと思います。それではご覧ください。では続きましては、ちょっと私デモンストレーションやりますね。で、さっきのこのどうしようどうしようとかって迷ってる時ってこの辺に意識があると言いました。で、この辺に意識があるまま誰かに話を伝えようと思います。あのね、こんなことがあってね、こうでね、あとね、こうで、こうやね、どう思う、どう思う、もんちゃん、今どう思いました？きつい。何がきついの？ぐーってこう、なる感じ。ぐーってきましたね。あかりちゃんどうでした？ぐーってきます。そう、ぐーってくるのは何かって言ったら、感情の圧力。なんかこう、ねって言いたくなるんですね。でも、私としては、いっぱい感情を入れた方が、きっと分かってもらえるに違いないって思い込んでんですよ。だからって一生懸命喋ろうと思うんですけども、まず感情が来ると、人は鬱陶しいと思います。もう少し落ち着いて。って言うんですね。で、プラス、感情で喋ると、息が乱れます。あのねっていう、この息の乱れ、さっき、息使わないでって言ったのに、今息使うから余計言葉がわからない。で、息を使わないイコール漢字を入れない。ということになります。で、ハッピーだったらね、まだ、わーいっていうのはまだ受け取りやすいけども、ネガティブな、こんなだね、こんなだねとかって言われたらもうめっちゃしんどいですやん。聞けたくないその話と思いますんで、そのネガティブな話でも、感情なしで、淡々と冷静にちゃんとした言葉で話せば聞きやすいようになると思います。だから、特にネガティブの感情は入れないで話をする方が分かりやすい。全般的に感情は入れない。ちょっとでも入れたくなるんですけども、この話につきましては後ほどやりましょう。で、これ感情を入れないで話をするということで、意識をここにあったものをそうそう後ろに持っていくというのが今からできますね。で、まずはここにこうしてみると、今意識がここにあったのが、ここに来ると、ちょっと意識変わるんです。もうちょいどうですか？ここに来た。そうなんですよ。自分の中に意識が入るんです。あかりどうでしょうか？そんな感じです。で、どう話しちゃって、これ。なんか、心地いい。心地いい。もちゃんは？なんかね、変な感じ。変な感じですね。でも割となんか自分は自分だなっていう感じが、独り言を言ってる感じ。あ、本当ですね。自分は自分の世界で自分のことを話してるっていう感じです。でもこれってようやく自分の意識が自分の中に入った状態です。で、人は一人なんでね、みんなね、人のためにこう話すだけども、人のことを意識しながら話をしても人のことなんて考えること分かんないんで、結局は自分が何を発信するかの方が大切。人の顔色見て、人に合わせて、何考えてるのか分かんないのに、なんか探ってやるよりも、あ、でもいいです。お疲れ様でした。マークが続いてるのかと思った。ありがとうございます。ということで、人のことを意識して、こう見て、私はどう見られてるとかって思うよりも、自分の意識の中で自分らしく発信する方が、人が見ていて、あなたのことがよく分かる。みんな何が欲しいの、あなたってどんな人、どんなこと思ってるの、聞かせてって思いますやん。じゃなくって、私に合わせて話してなら誰も思わない。で、その自分がピカピカ輝いて話してる人の方が魅力的なんです。だからこの辺にさまよわせるんじゃなくって、自分のまず中に入れてみて自分を体感しながら話してみるっていうのが、まず初めのポイント。いいでしょ。面白い、うん、で、今これうちを使いました、はい、うちをこうしました、はい、自分の外を感じようとしたわけです今、で、これで自分で、ここがゼロとしますね。ゼロよりもこんだけの厚み、自分が分厚くなりました、何センチ、10センチぐらいで、10センチ外を感じ、10センチじゃない、10センチの厚みプラス1ミリ外を感じようとすると、私の声はこうなります。どうでしょうか。ちょっと変わった、ちょっと変わってきまして、で、さっきのゼロがこれぐらいです。ゼロの声がこれぐらいなんですね。で、ゼロの声はこれで、1ミリ後ろ探ろうと思ったら、こういう声になります。使った？変わります。
ありがたどうですか？ありがた存在感。あー。あー、終わったよー。はー、終わっちゃった。どうだ？お、すごい落ち着いてる感じと、はい、うん、なんかかっこいい、かっこよさと知性を同時に感じるような。めっちゃいいよ。感じてないわけじゃないんだよ。ありがとうね。普段もそうかもしれないけどさ、あがるどうかしら。なんか、あの、安定感。ありますね。ありがとうございます。今のが、うちわの声です。で、今のが1ミリだったんですけども、もっと後ろも感じられんねん。どういうことかというと、自分が、本当はここにいるんだけども、こんだけ熱くなる。ここ全部が私この空間というイメージで30センチ後ろを感じてみるとこういう声になります。すごいね。すごい。いいでしょ、うん、30センチ後ろがこういう感じで、さらに響きが大きくなって、うん、なんか存在感ももう一個なんか安定するというか、うん、になります。で、後ろを感じながら今度は私名前を付けたんですけども、サラウンド効果というのがあります。こっからね、後ろから後ろを起点にして、まあ、この中全部なんですけども、でこれをうわってこう、うん、うわってやるとこういう声になります。今左右にぐるって巻いて、うん、このサラウンド、この大きな円を、うん、私とあかりちゃんとボンちゃんをくるって包むように今喋っています。どうでしょうか、うん、ドーム、ドームなった、うん、なってるなってる。どういう感じがします？今ふわーってきました。ふわってくるんですか？ふわってくる。どんな感じがします？響きがなんか、うん、クリアなんですけど、こうちゃんなんかこう左右両方にこう来る感じ。やだー。居心地どうですか？いいです。いいですか？おう、もんちゃん居心地どうですか？楽。そうなんです、うん、楽。こっちがすごい、聞く側がすごい楽、うん、そうなんです、うん、で、何やったかというと、今こうこう作って一緒に温泉入ってる気分なんです。今日は紅玉だ、紅玉。よかったね、もんちゃん。という感じで、なんかこう一緒にいていいんだなって思ったり、なんか包まれてる、うん、うんうん、あるあるある。そうなんです。だからもんちゃんカウンセラーだから、うんうん、これを本当にこれからもう今でももうすごく多分勝手にやってはるかもしれませんけども、うん、スイッチ入ると勝手になってるんやと思う。だと思います、うん。さらに意識するともっと早くできるかもしれない、うん、スイッチ入る手前から、手前からね、うん、できるかもしれない。で、これは安心の場を作る方法です。サイコキネシスバリアーだ。わかんねえよ、何それ。現場対戦。え、現場対戦。現場対戦、現場対戦という SF 小説、超能力もんで。それは難しかったわね、今。ということでございまして、で、私これ前ね、PTA で呼ばれて、うん、体育館でもやったことがあるんです、うんうん、で、体育館の壁をカーって伝って一番後ろの人に聞こえますかって言ったら、マイク使わずにやったら、うん、聞こえますって言われました。で、その時何が起こったかというと、私のこの温泉のこの大きな大きな温泉を作っちゃって、みんなで一緒に入った感じ、かなり居心地がいいと思います。で、当たりがいいんですよ、肌当たりが。今ちょっと変えますね。こういう風に話すとどうですか？クック、そう、バンバンバンってきますね。今後ろから喋ってるのにもかかわらず、声をこう前にダイレクトに出してみたんです。すると当たりきついですね。で、これはこう来るんですね。で、これあのお母さんがよくやっちゃうという、逃げたくなる、逃げたくなる声なんですね。で、こう来るとしんどいので、こう大きくサラウンドでこうやると当たりが違う。違う。どうでした？全然違います。どんなふうに違うの？あの、なんかさっきはなんかグッグッグッってこうなんかこ攻撃的というか来ましたけど、うん、じゃあなんかこう本当にこうあったかーくこうこうシャラ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 黒さんに。おー、どうでした？あの、水鉄砲となんかスチームの違いみたいな。あ、いいね、それ、いいね。なんかこう、しみくなって、こうにいるんだけど、こっから聞こえてるような感覚にもなるし、こう、響いて、ほんとサラウンドで聞こえてくる感覚がする。ですね、うん、聞きやすいです、言葉が。で、勝手に心に入ってくるというか、うん、肌の当たりが柔らかい。パンって来なくて柔らかい。で、アナウンサーは多分、うんうん、人の肌あたりまで計算して声出します。どう当たってるかなって、う
今きついよね、どう当たってるかなって、どう当たってるかなっていうような、全部意識、イメージだけで声の当たりも全部変わっていきます。でサラウンドにすると大変心地がいい、安全な場ができちゃう。でこうなると、あのよくさ、人が集まって誰も話さない瞬間ってありますやん、無言っていうの、あ、どうしよう、なんか話さなあかんわって思いますやん。でも今ないんです、思いません、緊張感がないから。そう、この安心な温泉にいると、いや別に話しても話さなくても、一緒にいるだけでいいかっていう場ができちゃう、すごく親密が上がってるんで、親密度が上がってる感じ。優しさに包まれたな、優しさに知ってる、あ、よかった。よくあのこの年齢のギャップが喋ってしまうもんで、ね、私ありますね。金沢明子知ってるからね。知らないでしょ。いいです、金沢明子さんがこのろうそくの炎を揺らさないで民謡歌う、ね、そういうことかって言うんだけども、炎が揺れないという、彼女はもう完璧に息使わないで密度の濃い音で音を出していたという。なるほど、今そのコマーシャルが記憶に、はい、登る人と全くわからない申し訳ございません、そんなコマーシャルがあったのよ昔ね。さて、私がガンガン喋っておりましたけども、ご理解いただけましたでしょうか。でこの後のところで、もんじゃなかりちゃんが実際に後ろ30センチを実践していって声が変わるのを体感してもらいます。今の話の中でも肌あたりなどの言葉がありましたが、ぜひ日常の中でも私の声は相手にどう聞こえているのかなといった、ちょっとニュアンス、雰囲気、声のこう当たるかこう当たるかっていうようなこともちょっと意識するだけでもだいぶ変わると思いますので、やってみてくださいね。それでは次回をお楽しみに。